ポイントリクエスト YouTuber ボイストレーナー源です。本日もよろしくお願いいたします。さあ今日はこちらです。 MISIA さんの生のライブ、2月4日の横浜アリーナ星空のライブを見てきた感想を言いたいということで、これはもう非常に素晴らしい、もう当然なんですけれども、僕がライブを行くときはですね、ちょっとオペラグラスをしてMISIAさんのこの周りを見ながら発声をまずは徹底的に見る、勉強をする、で声も聞いて分析をする、その分析がもう今日はね熱く語りたい。もう本当に自分もMISIAさんをもっともっと目指そうと思いましたということで、もうぜひ聞いてってくださいよ。本当にすごいんですよ。何がすごいのか、で生じゃないとわからなかったことが本当にあったということで話していきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということでMISIAさんの星空のライブなんですけれども、今ツアーを2023年から行っておりまして、2月3日4日は横浜アリーナでした。でそのチケットを取って私も行ってきましたけれども、全部で17曲アドリブっぽい、ずっとアドリブをしているコーナーもありました。そういったのも含めると、ちょっと機材トラブルでちょっとアドリブで歌ったりとか、約20曲弱ねやってたんじゃないかなと思います。でいやもうすごいです。もう全部すごい。もう1曲目から毎回思うんですけども、これって最後の曲ですかっていうぐらいすごい歌唱なんです。本当にそう、そんな人いないっていうぐらいすごいです。はい、で僕が言いたいこと、まずはラインナップこんな感じです。全部まとめて言うと、はい、こんな感じということで、ちょっとねお話をしていきたいと思います。まずは一つ目、現在が一番すごいということで、MISIAさんね、僕2015年ぐらいから行ってます。で5回ぐらい目ぐらいかな行ってます。でコロナの間行けなかったけど、大体1年に1回見に行くようにしています。でそれはね本当に発声の勉強のためでもあるし、僕が教えている発声の基礎はもちろん習ってきたこともあるんですけど、MISIAさんを見て研究したっていうことが大いにあります。でそのずっとって言っても25周年の中での8年間ぐらいかな見てきて、一番今がMISIAさんすごいと思います。もう年々すごくなってる。だからずっと妥協せずに自分の歌っていうものを研究し尽くしているんだろうなと思います。だからテクニックもそうなんだけど、多分精神面みたいなところもすごいんだと思います。じゃないとあのパフォーマンスは説明ができない。そして今が一番すごいです。3月に追加公演があります。まだ間に合います。東京であります。もうね1回はね、もう僕も本当に一生に一度はMISIAに行ってくれと思うぐらいすごいです。はい、ということで現在のMISIAさんが一番すごい。で僕いろんなアーティストの方のライブ行ってますけれども、2018年かな、セリーヌ・ディオンさんも東京ドームに見に行きました。あ、でもひどく感動しました。もうセリーヌ・ディオンの技術はすごいと思いました。でも今のMISIAさんと僕のそのセリーヌ・ディオンの記憶をこう比べた時に、ちょっとわかんないよなっていうぐらいMISIAさんすごいです。なんか、MISIAさんも包み込むようにの時にハイハイ G で、ちょっとフェイクを入れてハイハイハイ A 超音波みたいな声出すんですよね。その時昔MISIAさん言ってたんです。この声を出すとちょっと声帯が腫れたような感じ、ちょっと擦れたような感じになっちゃうから、あんまりやりすぎてしまうとその後の声に影響が出るから、あんまりその多用はできないっていうような説明をしてたものを僕聞いたことあるんですよ。でも今回そのアドリブコーナーはハイハイ G とかハイハイ多分ちょっと使いながら、でずっとなんか 4,5 分ハイ C ハイ D あたりばっかりでずっとアドリブやってるんですよ。嘘でしょと。で多分会場の中で
ね、音楽やってる人もたくさんいるから、おいおいミーシャそんな高い声ばっかり出してその後大丈夫って、特に低音の声を出す時なんかに一番そういったあのちょっとした喉の腫れとかって声帯が腫れぼったくなっちゃうから力が抜けきらないと低音域ってうまく流せなくなるんですよ。でもね全然何の影響もない。だ今のミーシャ一番すごいです。何が、全ての声全ての音域を完全に力を抜いて出す能力があまりにも高すぎる。どの声出しても多分その音程を出す時に必要な勝手に入るパワー、勝手に閉じてくる力、それ以外の力を使わずにあらゆる声を出す次元までいっちゃってます。これ僕が考える多分あの発声の理想形最終形態だと思うんだけど、それをやってるのがミーシャさんなんだろうなってしか説明ができない。17曲歌って最後の2曲目エブリシングで、もうやっぱ有名曲、僕がレッスンとかでやってきた曲が全部楽譜が頭に入ってるんですよね。どの音域からどの音域を使ってるかっていうのが分かるんですけど、考えられない。あれだけの声出してあれだけのアドリブをやった上でなんでそんな簡単にすぐ力が何の影響もなくね出せるんですか、ちょっともう考えられないっていうところがまず一つ目です。もうこんな話ばっかり、はい、ということでちょっともうちょっと今のねミーシャさんのすごすぎるところ、はい、丁寧さ、全ての曲が完璧です。もう音程が狂うとかっていうところもほぼ感じられなかった。普通に感じられない。自分もさすがに20年間ぐらいですね、ボイストレーニングやって講師で17年とかねやってるんですよ。その上でねここまで完璧に最初から最後まで歌えるのかっていうぐらい乱れとかが全く感じない。当然だろうって思うかもしれないけど、そんなことないですよ。どのアーティストさんもやっぱり20曲とか歌っていく中で後半少しはちょっと雑になる面とかが出てきたりするもんなんですよ。まだあとこっからあと20曲歌えるんじゃないかぐらいな感じ、はい、で脱力感さっき言ったように完璧に抜いてます。もう本当必要な力以外全く使ってないのに、ハイ B、ハイ C、ハイ D とかその曲の一番高い一番パワフルに出したい声が完璧に脱力した上で、もういずれ説明しますけど、あのアドちゃんが言う声帯の前ですね、声帯の前、声帯の前っていうのは勝手に狭くなる、その音程を出す時に高音になればなるほど勝手に狭くなるところをもうただその力だけでも使ってすんごい太い声出す、完璧に。だからそこが喉声って言われる人たちはそんな次元じゃないぐらい喉閉めちゃって変な力使っちゃうから枯れちゃうんですよ。低音がすぐに出せない、裏声がカスカスになっちゃうとか、もちろんそんなの一切ないけど、すごい次元で完璧にやっている脱力感で声帯のセンター今言いましたね、はい、完璧に抜いた上で必要な力だけであらゆる声を出す、もうびっくり。でもう声帯の先端もそうだ、脱力感もう多分日本で一番喉が広いです。要するに声帯の使える可動域、声帯をこうやって閉じてくるんだけど前から閉じるんですよ。でこの前が閉じちゃって変な力が入ってる人は全く前を使えてないんです。だから今なんか声で悩んでる人は全然人間の持っている声帯の可動域のもうほとんどって言っていいぐらい喉声の人は使えてないです。前がね締まりすぎちゃって。ミーシャさんほど生歌を聞いて確信しましたけど、ここまで声帯の隅々まで完璧に使えてる人は僕はやっぱ声を分析した上で見たことない、聞いたことないっていう次元までもういってる。多分自分の耳も良くなってるのもあるから今ようやく感じてるのかもしんないけど、うん、セリーヌ・ディオンにはそれを感じたんですよ。でその2018年の時点ではやっぱセリーヌって世界の歌姫なんだなと思ってたけど、今回ね
わからない、わからない、ミーシャさんすごすぎるって思ってます。ということで、ミーシャさんのすごすぎるところ、ちょっとね、そんな長くなっちゃあれなんでね、バシバシいくとこんな感じ。はい。で、とんでもないスタミナの理由、もう18曲ね、17曲だけどアドリブだけの曲もあったから18曲とした時に、一切乱れない、ずっと完璧に歌う、でどこにもだあの力感を感じなかったです。最後から2曲目がエブリシング、エブリシングはすごい低いところから始まります。で、すごい高いところまで出して、裏声も綺麗に出していく、一切力みを最後から2曲目の歌唱で感じない。最後の曲が愛の形、一切感じない。もうこのままあと何曲でも歌えるぐらい。どういうことか、全く力を使っていない。その上で、その状態になるとどうなるかというとですね、喉がむちゃくちゃ広いから息めちゃくちゃ使うんですよ。息めちゃくちゃ使うから、本来だったら体がめちゃめちゃ疲れるんです。本当に風船を何度も何度も膨らましたら体疲れます。もう腹筋バキバキになりますっていうぐらい、ミーシャさんその次元じゃないぐらい息を使ってるはずなのに、すごい。だから体も強いけど、スタミナの理由一番は喉が全く力まない、完璧に開いてる。で、無駄な力を一切使わずにものすごいパワフルな声を出せる。もうこれですね、もうビビりました。で、その脱力っていうのもですね、もうね、これ次元が違うんですよ。本当に、あ、はいはい、そうですかって、まあ、喉の力を抜くってことですよね。はい、わかります、わかります。全然次元が違うんです。ようやく自分も20年やってきて、ようやくわかりました。この次元の、片鱗が。はい。だからこれはね、ただ力を抜けば得られるものでは全くない。全くない。ものすごい開発が重要。今回のミーシャさんのライブを見て、ほんと確信しました。で、ミーシャさんはそこを完璧に使いこなせるほど、もう喉のキャパが広すぎる。もう一生使わずに自分も終わるところでした。ミーシャさんのライブをこうやって生き続けなければね。だからただ単に脱力するっていうものじゃないんです。全然次元が違いますので、僕まずここまでの発声について、まず今年中にそのミーシャさんに少しでも近づく、もうできたらもうできるだけ近づくつもりでやりますし、まあ、生徒さんにもそう言って今話してるんですけど、みんなでやろうぜっつってはい。で、もうそれでちょっと発声面について手前味噌なんですけれども、自分がやっぱアドちゃんとかもそうですけれども、ああやってアドちゃんが言ってくれた声帯の前、裏声なんだけど前を使うっていうね、ああいうことを言ってくれましたけど、まあ、やはりね、自分の研究でどうしたらそこを使えるようになるのかっていう自分の研究、今までミーシャさんのライブ行くたびにどうしたらああなるのかって考えてきたけど、今回は今やってることで間違いないんだっていうのを確信して帰ってきました。僕も本当に YouTube には ほぼ全ての自分が編み出してきてる研究のボイトレを上げてますけれども、さすがにちょっとね、これはさすがに上げられないなっていうのはいくつかあるんで、興味がある方はぜひともレッスンに来ていただけると、そのね、秘伝みたいなもの、レッスンの生徒さんにはもちろんみんなでやってますけども、さすがにちょっとこれは言えないなっていうのもありますんで、ぜひともね、やりに来てもらえればなと思いますんで、ミーシャに近づくボイトレだと思ってください。はい、っていうところで、ちょっと発声面はもう本当に衝撃も受けましたけれども、完璧にいろんなことが、理解できる回でした。本当に素晴らしかった。本当に素晴らしいミーシャの歌唱をぜひとも皆さんにもね、見てもらいたい。3月には追加公演があります。で、もう一つ。もうね、ミーシャさんはね、現代のもうシャーマンであり、歌姫、もちろんそうなんですけど、で、巫女なんじゃないかなと。もう本当になんかね、祈りの力とか願いの力っていうのがものすごい
と思う。明日へっていう曲なんかはね、いつか解説をしたいんですけれども、震災の後に作られました。で、ミーシャさんの願いとしては、本当に一日でも明日のこと、明日だけでもいいから、明日のことを考えることによって長く生きてほしい、ね、震災の後っていうのは自殺する人も増えました。どうしたらその自殺を止められるか、明日のことを少しでも考えれば自殺する瞬間を止められるんじゃないか、ミーシャと一緒に歌おうとか、明日のことまた一緒に歌おうとか、ね、簡単に頑張ろうなんて言えないけど、少しでもいいからそういう気持ちを持ってっていう願いをね、込められてる曲なんですよね。すごいですよ。だからね、根本にそういう気持ちが本当にある。で、なんかもう自分の人生をそういった願いを込めて歌うっていうことに全て捧げてる感覚なんですよね。なんか現世のね、素晴らしいもの、なんか前回はふるさとを思う気持ちのホームにてっていう曲を解説しましたけど、現世のこの世界の美しいもの、いろんなものがあるけれども、なんかそんなことよりも、もう私はミーシャなんだから、みんなにその願いとか希望とかね、もうそれ以上のか、それ以外の感情もそうかもしれないけど、そういったものをとにかく与える、とにかく届ける、もうミーシャの体を使ってあらゆる祈りとか願いとかもう下ろしてきてるぐらいの感じなんですよ。だから、なんだろう、本当に素直に見た時にものすごいエネルギーをもらえます。はい、だからちょっとね、自分もなんだろう、なんかそういう我がない状態でミーシャさんとこう向き合った時に、なんかものすごいエネルギーをいただいてて、今年も本当にすごい、なんか自分自身のその活力というか、久しぶりにここまでね、歌に対する、音楽に対する、なんかものすごい少年のようなね、ときめきというかね、やる気みたいなものがこう熱をまた上げさせられる感覚になりましたね。だから本当にミーシャさんでも自分の我を、ある意味達観して、完全に振り切ってるなっていう感覚がちょっと今回はしましたね。ミーシャはね、エネルギーを、くれるライブですので、近いうちに早く行ってくださいということで、ミーシャライブの感想でした。はい、ということで、またね、皆さんと一緒に発声ね、発声を良くしていくことで、もちろん心配や不安も消える、どんな声も自由に出せるっていうこともありますし、不安や心配を取り除くことが一番の発声が良くなることにもつながりますので、まあね、そういった気を受けるような、感激をお勧めしたいなと思います。ということでね、今日もね、ちょっとね、結局長くなった気がするんだけど、ここまでにしたいと思います。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。このようなボイトレ動画を上げていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。